こんにちは、ノットイコールミーの内谷キラリです。川口夏菜です。桜井美穂です。はい、ということで今回はセブンイレブン推しパン総選挙。イエーイ。はい、コンビニにはいろんなメーカーさんのパンが置いてあると思うんですけど、今回はセブンイレブンさんがオリジナルで出しているパンに絞って総選挙をしていこうと思います。最高。いやもう、待ってました、これ企画。そうだよね、待っても、見てください、これはもうこんな意識高くしてきちゃって。パンしいよ。パンですから。はい、私あのパンシルジュ検定というパンの検定も取らせていただいたので、すごい、皆さんにね今日はセブンイレブンさんのパンの美味しさを伝えつつ総選挙していけたらいいなって思っておりますので、皆さんお腹を空かせてご覧ください。今回はですね、1人5ポイントずつポイントを持っておりまして、例えば、このパンに2ポイント、このパンに1ポイント、3ポイントとかポイントをつけてくんだけど、その統計で、私たち全員の統計の総選挙を決めます。みんなの合計でってことですか？そうですね。はい、それでは、ももきゅうのポイント、まず、これは悩んで2ポイント。お、ずつ、こちらのお二つに渡したいと思います。まず、熟成フランス焦がしガーリック&バター、いい声、いい声。そしてバタークリーム米粉パン、はいはいはい、こちらのお二つに2ポイント。これな、米粉パン、パンの味、がめっちゃ美味しくて、よかったのと、クリームもバタークリーム、強くて甘くて美味しかったです。あー、もう急らしいですね。はい、残り1ポイントはこれ。あら、おお、つぶつぶコーンマヨネーズ。おお、結構定番のね。いや、これさっき初めて食べたんですけど、本当に、で美味しくて、あのなんか元気出そうだなって思ったんで、いいね、はい、元気大事です。はい、なっちゃんは、はい、はい、私のまず2ポイント、2ポイントを、こちらの人気ですね、バタークリーム米粉パンにします、はいはいはい、理由は優しい味で、なんか何が食べても美味しいって言うであろうぐらい美味しかったです。本当にそう、万人受けするよね。万人受けする、こちらは2ポイント、で次が1ポイントを、まずこちら、二大デリツナマヨネーズロール、おこちら、マヨネーズ好きな方、マヨラーの方は絶対に好きです、もう本当にマヨネーズの味がふわーっと口の中に広がって美味しかったです、で、もう一つがこちら、おあっ、おつぶつぶコーンマヨネーズ、甘くマヨネーズなんだけど、あ、マヨです、若干マヨラー、若干マヨラー、はい、で、もう1ポイントこちら、あらチョコクリームのちぎりパン、これね、もうセブンイレブンさんと言ったらみたいな、そうなの、結構朝このちぎりパンを食べることが本当に多くて、もうね、バランスがちょうどいいんですよ。わかる、だからもう大好きなんで、こちらにポイントをというか、以上です。いやー、ということで、私おパンが、パンリーダー、パンリーダー、パンが発表したいと思います。お願いします。悩んじゃって、5ポイントって少なくないですかって思ったけど、確かにね、そうなんですよね。じゃあまず1ポイント、こちらの、おお、熟成フランス焦がしガーリック&バターに1ポイントを差し上げたいと思います。これはなんかやっぱりその開けた時のガーリックの香りがねすごく良かったし、多分コンビニってその場ですぐ食べる方が多いと思うんですよ。私はいつもお家でリベイクをするんですけど、でリベイクしなくてもすごく美味しいっていうところに1ポイントあげたいなって、超上から、いや素晴らしいパンシルジュのっていう意味で1ポイントをこちらに、続いて1ポイント、おお、悩んでるんですけど、こちらです。おー、じゃじゃん、レーズンカスタード、これは実
は学生の時に結構食べてたことがあって。そうなんだ。この食べ方があって、私の何、うん、見えますか、このちょっと層になってるじゃないですか、うん、これを一枚一枚剥がして食べるんです。かじっちゃいけない、これはもう剥がして、うん、ここね、剥がして食べると美味しいんですよね、これが、うん、ということで、うん、こちらに1ポイントで、はい、皆さんにもね剥がして食べていただきたい。あ、ちなみに、うん、バタースコッチっていうこれに似た商品もあるんですけど、うん、それも剥がして食べると美味しい。そうなんだ。それも美味しい。耳寄り情報、耳寄り情報です。続いてドゥルン、あら、来ました。いや、これはねやっぱ外せなくてですね、うん、こちらのいいとこは、うん、なくて、ありがとう、やだ、こういうことできちゃうんですね、うん、セブンイレブンさんのなんかその英語の思考すごく私は胸を打たれるというか、なるほどね。これのできればいろんなクリームバージョン出してほしいなっていう願いが、きなこクリームで、絶対美味しいね、いろいろねちょっと出してほしいなっていう気持ちも、うん、ちょっと備えておきます、ね、アピールしておきます、うん、でこちらに1ポイント、平和1ポイント、うん、で私が今3ポイント発表しましたね、はい、残り2ポイント捧げる、うん、おと発表したいと思います。何、気になる商品は、はい、CM の後、あー広告広告入るの、いやだ、広告会のこと、いやだ、そうだよ、流れないよはい、ということで、うん、早く発表してくださいということで発表します。はい、こちらバタークリーム米粉パン、おうん、米粉パンをこんなにもちもちにパン屋さんじゃなくてもできるんやって思って、うん、結構パン屋さんで最近米粉パン買うのハマってて、あ、そうなんだ、そう、それですごく感動して、うん、でさっきももも言ってたけど、うん、バタークリームがすっごく美味しくって、もちもちと相まって、うん、パンにこう馴染んでく、ちょっと溶かしながら、うん、ちょっと自分の口の中でバタークリームを溶かしながらいただく、こちらが、うん、とっても美味しくて、こちらに2ポイント注げさせていただきました。最高ということで、以上私の総選挙でした。あー、いいねー。いやー、でも結構みんなね、なんか被ってるとこ、ちょっと被ってた気がする、ね、そうね、どうなったんだろう、でも僅差な気がするね。そうだね。はい、ということでポイントの集計が終わりました。はい、はい、気になる結果なんですけれども、はい、第3位からね発表していきたいと思います。はい、はい、3位に選ばれた商品は同率で、おつぶつぶコーンマヨネーズ、そしてチョコクリームのちぎりパンになりました。はい、やっぱね定番商品かな、うん、そうだね、なんかもう、うん、私はこのつぶつぶコーンマヨネーズのパンのちょっと薄さも好きです、うん、あーいいね、推しポイントとしては、うん、はい、ちょっとね今セブンイレブンで見てる方は手に取っていることでしょう。そうですね、はいということで続いて、うん、第2位、熟成フランス焦がしガーリック&バター。わー、これは美味しかった。いや、これはね、うん、もう見てわかる美味しいやつです、これは、うん、もう大正解です、セブンイレブンさん、本当にガーリック好きの方にはぜひぜひ食べていただきたいなと思います、うんうん、そして栄えある第1位の発表でございます。お、第1位はじゃじゃん、バタークリーム米粉パン。わー、いや、これはもう納得のね、納得の1位、本当に、うん、ちなみになんですけど、はい、あのこちらの、うん、バタークリーム米粉パン、うん、まさかの渋谷区と秋田県のみでの販売となりますあそうなんだ、そうだったんですよ、うん、このパン生地の中に秋田県産の米粉を 30% 使用しております。あ、なるほどね、そうなんです、そうだよね、秋田お米だもんね、そうなんです、うん、だから美味しかったんで、そうだね、秋田の力で秋田の力なのでぜひ食べたいなって思った方は、うん、渋谷区か秋田県にお越しくださいませ、ね、はい、東の方に、東の方にお待ちしております、はいはい、ということで私たちの推しパン総選挙を発表させていただきました。
皆さんのね、推しのね、パンとかもよかったらぜひぜひ教えていただけたらいいなって思うので、コメント欄にたくさん書いてください。お願いします。お願いします。それでは以上、